アイテム番号 SCP-224JP。 オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコル。 SCP-224JP は日本国内の神社の参道に設置します。設置された神社は優良な観光地として国内外向けに好意的に紹介され、参拝者数が年間10万人を下回らないようにします。観光地としての価値を高めるため専門の企画部を設置してください。自動化された監視装置により常に SCP-224JP 下を通過する人数を集計します。偶数月の1日に年間参拝者数の予想が行われ、10万人に満たないと判断した場合は、より参拝者の多い神社への移転または処置、お百度参り、が実施されます。実験または処置、お百度参り、の失敗によりたたりイベントが発生した場合、処置、地蔵供養、を実施してください。説明。現在の SCP-224JP は、神社に設置された高さ 9.28 メートル、幅 12.9 メートル、太さ 0.81 メートルの石造りの鳥居です。SCP-224JP は自己修復能力を持ち、軽微な傷は自動的に修復し、自立が不可能なほど破壊されると近隣の鳥居に特異性が転移します。SCP-224JP は額束または抜きの一部に関数字が刻まれています。以下 SCP-224JP1 と呼称、2001月2日時点の SCP-224JP1 は 84,516 です。毎年の1月1日の午前2時前後、過去1年間に鳥居の下を通過した人数が SCP-224JP1 未満であった場合、たたりイベントが発生します。同一人物による通過は1日につき1回のみ有効です。たたりイベントが発生した場合、SCP-224JP1 に不足した人数と同じ数の地蔵、以下 SCP-224JP2 と呼称、が SCP-224JP を中心とした近隣地域に出現し、SCP-224JP1 の根は不足した人数分増加します。SCP-224JP2 の出現プロセスは不明です。出現地点の法則も不明ですが、参道の脇など地蔵として配置されていても不自然でない地点が選ばれる傾向があります。仮に SCP-224JP の下を一人も通過しなかった場合、7年で国内の神社の年間最多参拝者数を超え、20年で日本の全人口が毎日参拝しても収容不可となり、年で日本の国土は SCP-224JP2 で埋め尽くされます。たたりイベントの影響が国外に及ぶかは検証されていませんが、実験では海中にも SCP-224JP2 が出現したため、最終的には地球全土が SCP-224JP2 で埋め尽くされる NK クラス世界終焉シナリオにつながると考えられています。処置、お百度参り、は、財団職員への SCP-224JP の通過命令の発令と動員の手順を定めています。動員された職員は SCP-224JP 下を毎日1回通過することが義務化されます。平時に動員できる人員はレベル1職員のみです。処置、地蔵供養、は、たたりイベントにより発生した SCP-224JP2 の回収と廃棄の手順を定めています。たたりイベントにより出現した SCP-224JP2 は特異性を持ちません。通常の石材の廃棄物として処理できますが、外見が地蔵という特性上、粗雑に処理する現場を近隣住民に目撃された場合に通報や騒ぎが発生する恐れがあります。このため回収は教育を受けた職員により行われます。回収された SCP-224JP2 は、
財団フロント企業により一般的な地蔵として民間人へ販売することが許可されています。ほい、博士の新入職員向けオリエンテーション。なぜ SCP-224-JP がケテル実体に分類されているかわからないものはいるかね。確かに SCP-224-JP は人を傷つけたりしないし、情報災害も認識災害も引き起こさない。収容されている限りは実に無害な存在だ。収容違反が発生したところで、何体かの地蔵を生み出すだけだし、一見その影響は軽微のようでもある。しかしそれは、財団収容下にある。という前提のもとに成り立っている。君は床が地蔵で埋め尽くされた部屋で生活できるかね？高速道路や空港の滑走路に地蔵がゴロゴロと転がっていたら、SCP-224-JP が適切に収容されていなければ、ほんの数年でそれが現実のものとなる。直接人類が殺戮されなくとも、現在の人類の文化が根底から破壊されること、それこそが世界終焉シナリオなのだ。